ごめんね、団長さん。変な話聞かせちゃったね。あ、いや、そんな。団長さんたちへの支払いの分はどうなってるの、ククル。あ、うん。期間が終わったら、ギルドから直接団長に払うって。だから大丈夫。そう、それならよかった。お父ちゃんを呼ばないとね。工面も考えなきゃいけないし。団おじちゃん。団長さん、クムユ、団おじちゃんを探してくるですよ。ちゃんとおじちゃんの話を聞かねえとダメだと思うです。だから。おう、そうだな。一緒に探しに行こうぜ。ですね。やっぱり泥棒さんが入ったのかもしれないんですし。あ、クムユ、団おじさんを探しに行くの？はい。何にせよこのまんまじゃいけねえです。うん、うん、そうだね。私も探しに行きたいけど、お母ちゃんきっと私たちよりずっとショックを受けてると思うんだ。だから、そのククルさんはおかみさんと一緒にいてあげてください。私たちがクムユちゃんと一緒に団おじさんを探してきますから。ごめんね、ルリア団長、ありがとう。行きつけの店はまだ開いてねえしな。この雨の中、傘もねえでどこほっつき歩いてんだか。あ、急にすみません。その、合金工房の人たちですよね。あ、はい。こちらこそすまねえです。クム言ってばすぐ驚いちまって。ところで、お兄さんたち、どちらさんですか？あ、なんつうか、ほら、工房に火つけたやついたじゃん。それの仲間だったっつーか。ふにゃ、まだ仲間がいたのかよ。すぐ踏んじばって。すみません、すみません。ああ、違う、やってねえ。さすがにやべえと思って俺は抜けたんだよ。こいつもさ、貧乏鉱山の出で無理やり手伝わされてただけだから。殴り合いの時もいなかったろ。言われてみれば、確かに見覚えねえけど。あれ、オイラたちとやり合ってねえのに、なんだってまたそんなにあざだらけになってるんだ？あー、抜けるって時に、ちょっとこう、みそぎっつうか。でもさ、金もらっといて、約束破って工房に火つけるとか、殴り込みとか、マジドン引きだしさ。僕もついていけなくて、もうよそで仕事を探そうと思います。それで、これ、全部じゃないんですけど、あのおじさんに返してあげてください。あれ？その袋に書いてあるマークって、ギルドのマークでしたよね。ですです。ってこと、このお金、工房のおじさんがさ、
金ならやるから、ジョーちゃんたちには手を出さないでくれって。そんな、それじゃあ、ダンおじちゃんは。急に、お邪魔しました。それでは。ダンおじちゃん、脅されて、お金を。クムユちゃんたちが心配だったんですね。そうですよね。工房に火をつけるような怖い人たちですから。ちくしょう！だったらオイラたちに言ってくれりゃよかったんだ。あんな連中ぶっ飛ばしてやれるってのに。なんで信じてくれなかったんだよ、おじさん。ダンおじちゃん。待ってください、クムユちゃん。私たちも行きましょう。